お嬢さん、着きましたよ。申し訳ないが、この手紙をアトスさんに渡してくれないかな。じゃ、よろしく頼むよ。アトスさんは獣死隊の隊長さんで、この学園では有名な人だからすぐにわかるよ。じゃ、頼んだよ。ねえ君、何かを落としたよ。はい、どうぞ。僕の目の前に手紙を落とすなんて古風な誘い方だね。ま、古風なのも悪くないけど。何を言っているの？僕に気づいてほしくてラブレターを落としたんでしょ。まさか。別に僕が美しいからって遠慮する必要はないよ。ほら、緊張しないで。ちょっと。いや、ダルタニア、待っていたよ。こちらこそよろしくね。私は君の担任も務めるんだ。遠慮なく頼ってくれている。ん？顔色が悪いようだが、大丈夫かい？まあ、あんなことがあった後だ。無理もないかな。そうか。それならいいけど、あまり無理はしないようにね。え、指輪？これはサファイアの指輪だね。いや、私のものではないね。もしかしたら父君が亡くなる前に誰か家を訪ねてきたのかもしれない。わからないが、その可能性はあるかもしれないね。大切な手がかりだ。しっかり持っていなさい。
早速だが、今日からこの島に住めるよう寮に君の部屋を用意させた。必要なものはすべて部屋へ運んであるから、今日からそこで暮らせるよ。どうした？やはり顔色が優れないね。今夜は十分に睡眠をとること。いいね。よろしい。寮は出て左手にある建物だけど、わかるかな？寮には獣死体もいる。何か困ったことがあったら彼らを頼るといい。アトス宛ての手紙？ああ、なるほど。あのね、獣死体とは言っても学生の集まりなんだよ。別に学園の警護をしているってわけじゃないんだ。いわば生徒会と同じで、生徒代表のことを言うんだよ。まあこのシュバリエ学園独特の組織だね。それにアトスは生徒の中でも頼りになるやつだから、ぜひ会っておいで。おい、人の部屋で何やってんだよ。アトス宛て？どうぞって、俺アトスじゃねえよ。俺はポルトスだ。アトスは別のやつ。いや、ここアトスの部屋だけど。なんだよ、俺がここにいちゃ悪いのかよ。っていうか、その手紙、俺が渡しておいてやるよ。なんだあいつ。あんた誰？アトス様に何の用なの？そう、私はプランシェで、アトス様に何の用？君編入してきたんだ。この時期に珍しいね。あ、ボナシュね、君はどこの名家のご令嬢なのさ。君の親は何やってる人？それともそんな平凡な顔して天才ってわけじゃないよね。凄腕の剣士にはどう見ても見えないしね、ブランシェちゃん。
んたこの学園のこと当然知ってて転入してきたんだよね。シュバリエ学園はこの国で 1,2 を争うエリート校だよ。そうそう、名家の子息子女か成績優秀者しか入れない特別な学園さ。例えば僕なんかの実家はホテルを経営してる資産家だよ。次男だけどね。どう見ても霊嬢って柄じゃないよね。それでアトス様にその手紙を渡すの。それ私が届けてあげてもいいけど。ちょっと待った、僕が届けてもいいよ。確かさっき図書室に向かってたからそこにいると思うしね。何よボナシュ、張り込んで来ないでよ。いいじゃないか、獣死体と話せる機会なんてそう滅多にやってこないしね。この機会を逃してたまるか。何言ってるの。当たり前、この学園の頂点に立つのが獣死体だよ。獣死体は学園の行事も取り仕切るし、問題が起きてもすぐ解決してくれるんだ。生徒であって生徒でないんだ。もうね、全ての力が集結してるんだ。権力だよ、名誉だよ、肩書きだよ。そこら辺の生徒とはステージが違うの、グレードが違うの。だからその手紙は僕に。平凡そうな子だったね。この学園にふさわしくないって感じ。暗いし愛想のない子。この本はと、え、アトス？ああ、アトス先輩ならあそこで本を読んでる人ですよ。そうだが、手紙？なんだ、こんなところに持ってきたのか。寮の机の上にでも置いといてくれればよかった。確かに手紙は受け取った。俺にまだ何か用か。それで俺に何か用か。ただなんだ、どこかに行ってくれないか。読書の邪魔だ。